1965年10月24日、一人の職人肌ドライバーが小さいけれど大きな一歩を記した。リッチー・ギンサー、カリフォルニア生まれ。ジャック・ブラバムなど、同時代の人々に劣らぬ開発能力を持った男。1.5 リッター F1 最終戦。12気筒エンジンが奏でるホンダミュージックに乗って、スタートと同時にトップに立ち、そのままゴールする RA272。ギンサー初優勝。それは日本のホンダにとっても悲願の初勝利。さらにグッドイヤータイヤにとっても F1 1勝目であった。1989年9月、ギンサーは59歳の生涯を終えた。60年代 F1 の小さな巨人に行く。眠るは勝利の地、メキシコ。